ジオグリフにダート適性はない。プリンカーとは何だったのか。ただの早熟でしょ。イクイノックスに勝ったからシュボバになれる？どうしてこんなに落ちぶれちゃったの？好きな馬だっただけに残念。皐月賞は福永の上騎乗だった。状況ではブリンカー効果があったように見えたんだが、サウジカップでそこそこ走ってしまったからダートに夢見てしまう。石のサンデーにはなれず、芝のマイルあたりがいいと思う。完全に芝馬。中山コースが合ってるよ。有馬記念に行こう。チャンピオンズカップビリの馬に負けた世界最強馬。ここまで負けるんだから馬に走る気がなくなってる。イクイノックスに勝っただけで一生飯食える？岩田未来が芝の方がいいって言ってたのに。どうしてこうなった？もう一回サウジカップ使ってみよう。たやすつよしみたいに夏を越して全く走らなくなる馬いるでしょ。不採地鳳凰も皐月賞までは強かったな。福永調教師、イクイノックス強いなぁ。俺よあの馬ジオグリフで任したもんやで。ジオグリフって喉が悪いんじゃなかった？たまには G1 以外にも出てみよう。イクイノックスに勝ったことがあるに当然ダメだね。中山記念なら勝てるよ。